しまったーとやっちまったよ。どうした？これで OK。 キョンキョンさんはこれまた女性担なんですかね。でしょうね、こだわりのどこ行っても女性担というこだわりを持った男ですから。それに対して対戦中にコメントを打つでおなじみの木場刺さるさんが今回は多分小口工場中に打つっていう荒技を見せてくれるんじゃないかっていうマウント中とかだね。それ期待させていただいてますけど、操作量をあえて増やすってそれ単なるナメプじゃないですかそうですね、しかももしかして違うかな、木場さん手元を映ってる方とかじゃないのかな。木場さんの手元を映ってますね。あ、これ手元木場さんですか。手元木場さんです。なんで多分コメントを打つ姿までここで見れるっていう。あー、なるほど。あー、いや、バッチリですね。生放送見てる方は秋葉さんのプレイとともにコメント打つ手元に注目という早打ちにもご注目いただきたい。スマホ操作までバッチリ。秋葉さんもっちょよくす、もっちょよくすちょうど今カード置いてるぐらいの位置じゃないとあのスマホ操作の場所見えないんで。参加者の皆さんだとこのパソコンの真ん中の画面がちょっと手元になってるんで、もしかしたら秋葉さんのスーパープレイがそうですね、ちょうど。おさあ、キョンキョンさん、おお、これ真田の2色との女性ターン。久々に見ましたね、あのカード、大島30度とかね。選択してください。木場さんは戦国中にラブライブしてるってどんどんあの曲芸師みたいな。手前の名前は本日、いやもうね、そういう自演をね試合中にやってくれてると信じてます。そうですね。しかしあのキョンキョンさんの女性たん毎回ね予想つかないですね。そうですね、毎回変えてきてますね。すげえな、小松姫に竹林入れて。あ、そっか、大島三十郎が忍び持ちだから。だから、ケンシンちゃんがいないときは加熱の効果がポコンと出てくるっていうことなんですかね。まあ連突してにはその間だけ消えるけど。あー、なるほど。さあ、対して木場さんはさっきの榊原もう木場さんの手元動画面白すぎるんですけどもうスマホ用意する、あの新ボタンの近くにスマホ置いてますからね。失礼します。行きます。さあ、開幕は、全力で柵を割りに行くスタイル。おっと、榊原刺さった。早速牙刺さった。仕方ないですよね。行きます。さあ、開幕一発殴ったのは牙さんですが、後ろに張り付いているのはキョンキョンさん。さあ、竹林院の苛烈が発動していくが、行きます。もう竹林がさっきから8989って行きます。次はどこに行きます。さあ、ちょっとここで、千葉が撤退してしまう。さらに大筒が一発。さあ、元山夫人の舞踊。もう操作中打ってますもんね今。カットインの合間に。
さあちょっとカズに押していく形になってるみたいですけど、ここは行くといたしましょう。少しさあ待て姫が縄文うわあの無駄に洗練された無駄のない無駄な動きっていうねこういうこと言うんだなと思います。さあここで無の御旗対して大島三十郎、この大島三十郎命をかけて突撃。さあ63カウントで道中が開いて、おっと剣心ちゃん、あ白餅いつの間にか上がってた。さあティバさんが青って宣言してますけど作戦やいかに青宣言通り止められた尋常に勝利するは自演するは何なんだこの人はって青ってティバさんすげえこのコメント打つのがすげえ仕方ないですよね。さあここで竹林が落ちて、榊原が白削っていくということでここで落としてしまった。強いですね、あの榊原強い。騎馬マウントとのシナジーがやっぱすごいですよね。すごいですね、外れてもいいっていう、入国などなかった状態ですからねはい、ということで木場さん一勝になります。おめでとうございます。そしてお疲れ様です